ということで、おはようございます。ショッピンです。今回の動画をご覧いただきありがとうございます。はい、今朝の8時なんですけども、部屋の中で喋ってもいいんですけど、ちょっと彼女が寝ていますので公園の方に向かいたいと思います。はい、走ってきたんですけど、やっぱ暑いですね。結構暑いです。いやー、でもやっぱこういった空気って気持ちいいですね。風がすごく気持ちがいいです。で、僕なんかこう遠くが見えるところ、スッキリ空間に来てぼーっとするのが好きなんで、今日もこう運動しがてらこういうところに来て、でネタを考えていこうと思います。あー、なんかのどかですね。まあちょっと天気が曇ってるのが残念すぎますけど、まあでもここでぼーっとしていくのはすごくいいと思います。あ、で、そうそう、最近ちょっと思ったこととか気づいたことがありまして、それがもしかしたら、まあ、この動画を見てくれてる皆さんの役に立つかなというふうに思ったので、ちょっとそれをシェアしていこうと思います。で、僕は今引っ越しをして1ヶ月ぐらいがそろそろ経とうかなという状況なんです。で、その引っ越しをする前っていうのはもうやることがありすぎて終わらなかったんです。その日のトゥードゥータスクを決めてやってるんですけども、ただそれが終わった日がないっていうぐらいすごい忙しかったです。朝9時に起きてコンサルやって YouTube 撮影して動画編集してアップして、その後財務管理やったり税務管理やったり掃除したり家事やったりとか、まあ娯楽タイムも必要ということで YouTube を見たり本読んだりしてたんですけど、まあ、大体寝るのが2時ぐらいになってもまだその日のタスクが終わってなくて寝るっていうなんかそういうのがすごいありました。でもここに引っ越しをしてきてからですね、まあこうやって今撮影してアップして、でコンサルやってなんかコンテンツ作ってなんかもろもろやってってやっても多分10時半ぐらいには寝られると思います。もうそれぐらいなんか時間の余裕がすごい増えました。ゆとりがすごい増えましたし、本でもゆっくり読もうかなみたいな、そういう感じになってきたんです。夜中の2時になってもまだ仕事が終わっていない状況だったにもかかわらず、引っ越しをしてきてその9時半ぐらいにはもう大体終わってるっていう状況になれたっていうのはなんか面白い変化だなと思いましたので、それをまあ僕なりにちょっと自己分析をしてみたいと思います。じゃあ今から10個シェアしますっていう話、そんな多くはないんですけども、何をやめたかっていうと、その娯楽のためにネットサーフィンをするのをやめたっていうことだと思います。阿佐ヶ谷に住んでた時っていうのは、例えばご飯食べる時に YouTube とかお風呂入る時にこうなんか BGM をかけながらとかやってたんですけども、でこっちに来てからももちろんこう仕事はするんですけど、例えばじゃあちょっと息抜きをしようと思ったらこういったスキル空間に走れば来れるわけですし、あとこうトレーニングやったり、あとは彼女とこう話をしたり、なんかこう楽しめることがこっちに来てすごい増えたんですよ。でそしたら自然とそのネットサーフィンをしなくなりました。なんかこう勉強のために YouTube を見たり、勉強のなんか調べ物をするためにネットを調べたりっていうことはあるんですけど、やっぱ阿佐ヶ谷にいる時と比べるとその時間が極端に減ったと思います。ご飯食べる時も今何もテレビもつけずに音楽もつけずにひたすらこう黙々と食べているわけなので、多分阿佐ヶ谷住んでる時は30分ぐらいご飯を食べてましたけども、今住んでいるところでは多分もう5分ぐらいでもうパパって食べて終わり、はいじゃあ次やろうみたいな感じになってると思います。なのでやっぱいかにこうネットをすると時間を取られてるなっていうのが分かります。ねえ猫ちゃん、ねえ猫ちゃん、ねえおはようございます、おはようございます、おはようございます、あ、おはようございます、なんかすごい勢いで逃げられて切ないですまだ動物は仲良くなれないみたいです。よいしょ、あった。いやなんかすごい虫がいっぱいいますね。ちっちゃいバッタがぴょんぴょん飛び跳ねてます。いいですね。で僕ちょっと思ったんですけど、こっちに引っ越しをしてきてそのデジタルに使う時間が明らかに前住んでいた時よりも減ったと思います。そしたら仕事が、まあ、その日のやるべきことがものすごい早く終わったということだと思います。これはなかなかいい変化ですね。まあ、こっちに来たら例えば洗濯物やったり
掃除をしたり、ご飯作ったり、買い物に行ったり、買い出しですね、買い出し行ったりっていうこともやっているので、まあ、それにこう結構時間を取られちゃってるのかなっていうふうに思ったりもしたことがあるんですけど、結果的にやるべきことっていうのが、まあ、ちゃんと終わって、さらに早く終わっているわけなので、なんか不思議だなって思ったら、やっぱそのインターネットに使う時間っていうのがもうこっちの方が明らかに減ったということだと思います。まあどれぐらい減ったのかっていうのはちょっとわかんないですけど。で、二つ目なんですけど、前住んでた物件では、その家の中で、まあ畳1畳でできるサーキットトレーニングっていうのをやってたんです。で、こっちに来てから、ちゃんと寝るところ、仕事をするところ、ご飯を食べるところ、そしてトレーニングをするところで、それぞれ環境を分けていこうっていうふうに、まあ、決めたんです。そっちの方がこうオンオフのスイッチが入りやすいかなと思ったんで。そう。で、こっちにいる時っていうのは、まあ、近くにある、ジムに行って、そこでトレーニングをするっていうふうに、まあ、ちょっとやってみようと思って、まあ、そうしてます、今。で、そのジムも朝6時半に起きて7時にはトレーニングを開始するっていうことをやっているので、もう7時から心臓バクバクで、あの体 もうパキッと起きて、でエンジン全開でこう仕事が再開、スタートできてるわけですね。でそれやってからやっぱ早いですね。今までは前住んでた物件では9時とか9時半ぐらいに起きてたんですけど、もう今その9時とか9時半ぐらいには、まあ、大体こう午前中にやるべきことが終わっているわけなので、やっぱこの早起きになった。で、しかも朝早く起きて、すぐにこうトレーニングをやって、もう体全身にエンジンをこうフル回転させるっていうのが、すごくいい流れができたかなっていうふうに思ってます。そうで、あと3つ目なんですけど、外食っていうのが、もうこれも極端に減りました。前住んでいた物件っていうのは、やっぱちょっとこう仕事をバーってやって、ちょっと時間がないなとか、作るのめんどくさいなってなったら、まあ、ちょっとそこら辺に行ってもう外食をして、で帰ってくるっていう感じなんですけど、行って食べて帰ってくるまで1時間ぐらい使ってました。でその間にこう YouTube 見たりとか、あとまあ Twitter、Instagram、SNS こう見たりしてたんですけど、やっぱ1時間ぐらいかかってました。でこっちに来てから冷蔵庫があって、で2人でちゃんとこう節約をしていこうねっていう話をしているので、なので、スーパーでまとめ買いをして、でその冷蔵庫にあるものを使っていくってことをやってるんです。で僕も今その料理をして食べてる時っていうのは、基本的にこうネットは見ないので、なので30分ぐらいになったと思います、食べる時間というか。まあご飯とか炊いておけば、そのご飯にそのキムチとか納豆とかお茶漬けとかかけてバッて食べるだけなので、まあ、大体15分ぐらいで終わりますし、そうなのでその食事の時間もすごく減りました。そうなのでまとめると、ここに来てからやめたことっていうのは、一つ目ネットサーフィン、あとは外食の時間もやめました。で、まあ、これやめたことではないんですけども、朝にその運動の時間を取り入れたっていう、この3つですね。これで僕はもう1日のクオリティというか、めちゃくちゃ早く終わるなっていうのがすごい体感としてあります。なのでちょっともうちょっとしばらくこれを続けてみて、もし本当に良かったらですね、もっとそれをもうちょっと体系化して、また皆さんにシェアさせてもらいたいと思いますんで、楽しみにしてくれたら嬉しいです。まあ言うのは簡単ですし、単純ですし、すごくシンプルではあるんですけど、ただこれを続けるってなると、やっぱ難しいのかなっていうふうに思います。ただ今回、こう2人で暮らしているわけなので、やっぱ誰かの目があるわけです。なのでその状態だと、やっぱ自分も、あ、しっかりしなきゃなっていうふうに思えるので、なので、やっぱそういう誰かの目があるっていうのは、すごくいい環境だなというふうに思います。なので、せっかく無駄な習慣っていうのが手放されてきて、で、いい習慣っていうのを取り入れられているので、今回これをちょっと続けてみようかなというふうに思います。もし、今回この動画を見ている人の中で、これやめたら、もっとなんか仕事の生活のクオリティが上がりましたとか、こういうことを取り入れたら、もう仕事のクオリティが上がりましたっていうのがあったらですね、ぜひそれをコメント欄でシェアしてくれたら嬉しいです。日が照ってきて、ものすごい暑いので、熱中症にならないうちに帰りたいと思います。ということで、今回も動画をご覧いただきありがとうございました。